はい、皆さんおはこんばんちは。313系2500番台です。今回は合計17,000、まあ結構2万円近くの金をかけていろいろ買ってきましたので紹介をしていきます。まずはこちら、ここな、プラモ工具セットですね。ニッパーとピンセット、ヤスリにドライバーのセットで670円です。ニッパーを買おうと思ったのでちょうどよかったです。こちらはビッグカメ入れて670円です。ここからが模型店での買い物になります。まず一つ目。見えますかね。JC30 密着型 TN カプラー電電なし113115KO です。こちらは一応中見てみましたが1個でした。やっぱりトミックスの TN カプラーは少々高いですね。はい。こちらの中身を見ていきます。あ、そうだ。これですね。中身見ていこうと思います。忘れてました。よし。僕、今のところは100均の安いニッパーしかなかったので、ちょっと注射器を出したかったという用もありましたので、こちらを購入しました。はい。全体像はこのような感じです。では開けていきます。ニッパーです。続いてドライバー。マイナスドライバーになってますね。ピンセット。先が曲がってないタイプですね。で、ヤスリ。この4点になります。これをしまいましょう、まずは。ここね。はい。続いて、こちらの TN カプラです。中身は、よいしょ。はい、こちらの黒い TN カプラが1個入っています。袋から出しています。このような感じですね。電連、そちらの模型店、僕が今回行った模型店では電連なしのもののみがあったので、とりあえずこれを買ってきました。はい。続いて、こちらが今回の目玉商品になります。少々お待ちください。失礼。では行きます。こちらです。あ、ちょっと場所を移動します。こちらになります。ドン。目の前に大きな車両セットが2個見入れております。今回紹介するのはこちらです。あ、失礼。三脚の足が映ってますね。よいしょ。10-42-KH85 の系のワイドビーヒーダー造形セットと基本セットです。ではこちらを開封していきます。まずは基本セットから。では下で戻します。よいしょ。高さの調整のため少々お待ちください。はい、できました。では行きます。セット内容はまずシールと説明書、ここの干渉部分にある発泡スチロールじゃなくてプチプチ、そして車両本体になります。では車両本体を見ていきましょう。
はい、まずこちらがキハ85の2です。見えませんね。ちょっと電気つけます。はい、このような感じになっております。電気付きはこのような感じのものですね。シールの方は貼るかどうかはまだ検討中です。そして動力者、最後に貫通型の後尾車ですね。連結器がしっかりとついています。基本セットは以上になります。続いて造形セットの紹介に移りたいと思います。少々お待ちください。はい、造形セットです。こちらも同様に説明書とシールにプチプチが入っています。では見ていきましょう。あれ、抜けない、抜けた。はい、こちらが貫通型の戦闘車になるんですかね。こちらだとで中間車、最後に戦闘車ですね。はい、少々お待ちください。はい、こちらで以上になります。それとで、これでキハ85系5型の紹介は終了になりますね。で、これとは別にもう一個一応あります。はい、こちらがこれの、そちらがこちらになりますね。少々お待ちください。このはい、今年の2014年4月の新車情報、発売予定情報ですね。今月の目玉は E7 系の北陸新幹線ですね。あと後ろの方にも、後ろっていうかサイドにも14系寝台特急さくらの JR 仕様とクモハ42とクモユニ56、クモハ5300じゃない、5300ですね。あとクハ47の135153、西武鉄道101型の初期型、あとは HO の C57、オハ35、オハ33、スハ42、スハフ40、スハフ42、スハ43という感じになります。はい、ということで今回はキハ85のワイドビューヒーター基本&造形セットと、プラモデル工具セットに、トミックス TN カプラの紹介でした。これでしばらくの、セット車両の動味はないと思われます。次にあるとすれば、次にあるのは、夏頃に、荒野の2万系を購入し、ポポンで、出たで走行、そのまま走行させる予定です。そちらまで
車両の増備はありません。はい、ご視聴ありがとうございました。